疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。はい、第20試合ウェルター級ワンマッチ77キロ以下、細川貴之選手のインタビューを始めていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まず試合を終えて率直な感想をお願いします。もうでもすっきりしますね、ぶっちゃけ。僕はもうね、やっぱ引退して5年経つんで、やっぱほんまにボクシングの貯金だけで雇ったんですよ、言うたら。ほんまに、なんか別にだからほんまになんかテイクみたいに若くてガンガン練習してるしてないわけやし、やっぱり言うたら、まあ、まあ、こう一回落ちるわけじゃないですか、このピークの時からここまで。ほんでやっぱテイクがこう上がっ徐々にでもですけど実力が上がっていくわけじゃないですか。まあそれのインド渡されたっていうのもいいんで、ほんまに、まあ俺はほんまにそんな感じで思ってます。だからスキーシューズ。わかりました、ありがとうございます。はい、すみません、昨日の会見でのやり取りであったりとか、はい、なんか滑舌がみたいな感じでお話されてて、はい、そこでまた新しいファンの方もついたと思うんですけど、いやでも負けてもだからもう滑舌にぎってすみましたね。滑舌にぎやったけど、キャリーにぎと滑舌にぎ、キャリーにぎな。あのまたブレイキングダウンでの細川選手の姿見たい方たくさんいると思うんですけど、いやでも俺はもうねほんまにまだまだいけるよ。いやいやいや、はい、俺はほんまに同じチャンネルの、いや同じチャンネルのやつに全部託しますわ。ほんまにあのそんな感じで、ま、俺はやっぱ引退して、はい、やっぱやっぱりもうピークしてるんで、ね、ご自身のピークをピークを知ってるんで、はい、いやピークからもう落ちたらもうやっぱ戻ってこれないんですよ、なかなか。もうそれ分かってるんで。現役を引退してからここに立たれた理由っていうのは何だったんですか。はい、まあなんか若い、俺はもう若い人があの言ったら今口ばっかりでなんか揉めてるじゃないですか、はい、ブレイキングダウンって口だけで実力ないやつ、はい、テル君はほんまに実力あったし、まあまだまだだと思うねん、俺ももう落ちてくるからあれやけど、まだまだだと思うねんけど、やっぱりもう積み重ねで努力されて、はい、もう負けは認めるし、はい、ね、あの、はい、まあ、もっとバーンって言ってほしいですね。わかりました。はい、自身のことはまだ考えていないということですけど、昨日と今日の細川選手の姿を見て応援したいと思った方たくさんいると思いますので、はい、カメラに向かって応援してくださっている方に一言お願いいたします。すいません、ありがとうございました。あの応援してもらって、でもなんかあのほんまボクシングファンの人とか多分ファンにはほんまに申し訳ないです。なんかやっぱりボクシング弱いと思われたら嫌やし、でも俺はほんまに現役じゃないし、ほんまもうピークを過ぎた選手やし、それも自分で分かってるんで、あのそれは勘違いしないでください。ボクサーはほんまに強いです。はい、しかも現役のボクサーは強いです。それだけは言っておきたいです。はい、分かりました。はい、今できる細川選手の強さが見れたかなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。